ハモンドオルガンとジミー・スミスジミー・スミスジミー・スミスはアメリカのジャズミュージシャン、オルガン奏者。アメリカ合衆国ペンシルベニア州生まれ。ジャズピアニストから後にハモンドオルガン奏者としてソウルジャズというスタイルを確立し、活躍 B-3 という形のハモンドオルガンを普及させた。特徴的なのは 音色と可鍵板で演奏する左手ベースで多くの更新オルガニストたちが手本にした。1950年代にニューヨークを中心に活動。1957年にブルーノートレイベルからリリースしたレコードによりチャンスを迎え、以後も同レイベルから数々の傑作を発表した。従来にないファンキーで斬新なオルガン奏法はマイルス・デイビスをして、 世界8番目の不思議と言わしめるほどであった。非常な多作家であり、特に1956年から1960年にかけては、ほぼ年間5枚以上のペースでアルバムを発表した。1963年にバーブと契約。1970年代に入ると10年近く、活動を休止したが、その後再び活動を開始した。屋外ローラースケート場とダンスフロアに、 直接オルガンを持ち込んで見せたという逸話もある。代表アルバムにザ・サーモン、ザ・キャット、ルート・ダウン等がある。また、マイケル・ジャクソンの楽曲、バットにも参加した。当時は、ほとんどのジャズマンがスーツを着ていた中でニットを、主に着用していたことでも知られる。ありがとうございます。